丹下健建造、下健三、建造、健三、建造、1913年、大正2年9月4日から2005年、平成17年3月22日は、日本の建築家、都市計画家、一級建築士、登録番号第15,182号。日本では、世界の丹下と言われたように、日本人建築家として最も早く、日本国外でも活躍し、認知された一人、 第二次世界大戦復興後から高度、経済成長期にかけて多くの国家プロジェクトを手掛ける。またイ・ソザキ・シン、黒川き章、牧文彦、谷口義雄などの世界的建築家を育成した。イカイ君等は、ジュサンミ君一等随法賞、文化君賞受賞。フランス政府より、レジオンドヌール君賞受賞。カトリック神と、先例名、ヨセフ。 1939年、昭和14年、丹下は、雑誌、現代建築に、論文、ミケランジェロ賞リコルビュージエロンへの除雪としてを発表し、続く1941年、昭和16年に、前川国夫建築設計事務所で、儀式人体育館、初代の設計を担当したが、その名が一役うに知られるようになったのは、1942年、昭和17年の大東亜、 建設記念映像計画コンペと、それに立て続いて一等入生を果たした、1943年、昭和18年の在番国日本文化、開館計画コンペによってである。特に大東亜建設記念映像物コンペの単元案、大東亜道路を主軸としたる記念映像計画から、主として、大東亜建設中霊新域計画マイナスは、ヒューマンスケールをはるかに超えた壮大なプランと、 横山大観風の日本画を思わせるそのパースペクティブ、投資図によって本来建築学会の若手を対象にした検証行事であり、それゆえ到底実施案となり得なかった地味な子のコンペをして後世まで人々の記憶に留めさせることになった。同時期の大学院時代から第二次、世界大戦後しばらくにかけては、主に都市計画の研究、業務に従事、人口密度や、 交通現象、都市デザイン等の研究を続け、それらの成果を第二次世界大戦後に日本建築学会で発表し、後に、それをもとに1959年、昭和34年に博士語学異論文、都市の地域構造と建築形態としてまとめ上げる。また、1946年、昭和21年8月に東京大学助教授に就任すると、 福島市の依頼による福島地区都市計画、1947年や立川基地跡地の文化都市計画、北海道稚内市の都市計画、1950年から1952年で、などを手掛けていった。その間の1948年、昭和23年には、建築をめぐる諸問題、また2年後の1950年、昭和25年には、 経済安定本部資源、調査会事務局地域計画班の依頼による地域系の理論という二つの計画関連の研究所論文を執筆しているほか、戦災復興事業の一環で行われた東京都都市計画コンペや文京都市計画、1947年から戦災復興委員、後の建設省、現国土交通省による各地の戦災復興都市計画に参加した。 当初の担当は、群馬県前橋市と伊勢崎市であった。広島に原爆が投下された1945年、昭和20年8月6日には、父貴徳の知らせを受け帰郷の都にあって、尾道にいたが、焼け野原となって跡形もなくなっていた実家に、到着した翌7日、父は、すでに2日に他界しており、 また広島市への原爆投下と同じ日に実施された今治への空襲によって最愛の母をも同時に失っていたことを知らされる。壊滅的被害を受けた広島は外国の雑誌でルコルビュージへのソビエトパレス計画案と出会い建築家を志した思い出の地でもあった。その広島の復興計画が戦災復興院で訴状に登っていることを知るに及んで 残留放射能の危険性が心配されたにもかかわらず、丹下は志願して担当を申し出た。浅田隆大谷幸雄ら、東大の研究室のスタッフと共に1946年の夏に広島入りし、都市計画業務に従事した。その成果は、広島市主催の広島平和記念公園のコンペに参加した際、見事1位で入選という形で結実する。 他の設計案が公園内のみを視野に入れた計画案にとどまったのに対して、丹下は広島市を東西に貫く平和大通り、福音100メートル、長さ4キロメートルにわたる通称100メートル道路と直行する南北軸線上に慰霊碑と原爆ドームを廃止、その計画案の都市的スケールがコンペで高く評価された理由である。広島の復興計画において、 この市街地を十字形に貫く都市軸を通したことで第二次世界大戦後の広島市の骨格を作ったのは丹下であると言える。またこれにより当時は単なる一廃墟に過ぎなかった原爆ドームにスポットライトを当て中心性を持った都市空間として広島を再建する上でのランドマークとしての原爆ドームを発見したのは事実上丹下であるということができる。 実際、1966年、昭和41年7月の広島市議会において、満場一致でその永久保存が決まるまで、原爆による参加の承認として保存する意見と危険物であり、被爆の惨事を思い出したくないので取り壊すとの意見の対立があったのである。しかしながら、今日に至ってみれば、日清戦争当時大本営が置かれて、臨時首都となり、明治以来、 広島城をいただく広大な西連平城を都心部に抱えた軍都として発展してきた広島市が平和都市広島に生まれ変わるためには広島城に変わる新たなシンボリックな遺構をそこに設定する必然性が確かにあり原爆で東海消失した広島城が再建されるのは1958年のことであるそれを見抜いた丹下の方に都市計画家としての先見性があったと 評価できる。同時期、第二次世界大戦後の日本建築会の幕開けを告げる、当時日本最大級のコンペであった、世界平和記念制度の建築競技設計でも、注目を集めるが、摂取である、カトリック教会が、タンゲアンと、類似するオスカー・ニー・マイヤー設計のブラジル・パンプリアの、サンフランシスコ礼拝堂に見られる、放物線上のシェル構造が持つ、 その非宗教伝統的な形態と音響の悪さを嫌って、タンゲアンは不採用、一党なしの二党当選となった。後に、その実施は、コンペの審査委員の一人で、コルビュジエ派であるタンゲアンを国評した表現派の村の東後が担当することになり、日本建築界の一大スキャンダルとなる。そのような経緯もあり、資材の不定した第二次世界大戦時中並びに、 第二次世界大戦終結直後に若年期を過ごさざるを得なかった丹下健三にとっては、広島平和記念資料館は事実上のデビュー作である。コンクリート打ち放しの端正なプロポーションを都市的スケールのピロティで第一から軽々と持ち上げることによって、広島の焦土からの復興を力強く印象づけ、第二次世界大戦後の日本建築はここから。 始まったと言われるほどの記念碑的な作品ともなった。コルビュジエのスイス学生会館やソビエトパレス計画、またユニテラビタシオンの影響だけでなく、法隆寺や五島神社のガラン配置、また小僧院、伊勢神宮、カツラリなどの日本建築の成果にデインソースを求めたこれら一連の広島ピースセンターの建築によって、西洋起源のモダニズムと、 日本建築の伝統様式は初めて記念碑的レベルで結晶し、丹下はこの広島計画をもって、チャン、シアム、近代建築国際会議に参加し、その名を日本国外に知らしめた。また、丹下はこの事業にイサム・ノグチを強く押して参加させたが、当時建設省の広島平和記念都市、建設専門委員会委員長であり、また、丹下の恩師でもあった。 岸田秀との原爆を落とした党のメリカ人の手になるもので、爆死者の慰霊になるのかという強い反対意見により、慰霊碑は野口のデザインが却下され、丹下自身が担当することになった。丹下は、岸田らの介入に対する不快感と野口への申し訳なさもあって、野口のデザインをほぼそのまま流用しながら、自分自身の当初の構想に立ち返って、埴輪の家の屋根形にデザインしたが、 結果的に見れば、異霊の際の愚痴の手になるモニュメンタル性の強いオブジェを拝む形になるのではなく、人々が異霊碑に相対した時、視線の先に原爆ドームが自然に垣間見えるようになって、平和公園は単なる異霊施設ではなく、平和を記念し、平和を作り出すための工場であるべきだという丹下の建設理念は、そのデザイン変更によって、より明確となった。そこから、後に、 これらの施設がピースセンターと呼ばれることにもなる。その後、スチール製グリッドのシャープなエッジを見せた旧、東京都庁舎や日本伝統木造建築の木割、日本の伝統的な木造建築において、各部分の大きさや寸法を規定する規範、または原理、西洋建築におけるオーダーにあたるコンクリートで、中密に再現した香川県庁舎などの、いわゆる広島ピースセンターと合わせて、 初期三部作と呼ばれる傑作を設計した。とりわけ、香川県庁舎は、第二次世界大戦後の日本全国の地方自治体庁舎のモデルともなり、数多い丹下建築の中でも唯一のビルディングタイプとなった建築である。1961年、昭和36年に丹下建造都市建築設計研究所を設立。同年発表された会場都市計画。 東京計画1960は日本初の都市計画の講師として世界的にも評価が高い。丹下は生涯にわたって建築家としてトータルに都市をデザインすることに情熱を持ち続け、それにより都市的観点から構想された数々の総合的な建築計画が生み出され、その点が他の同世代の巨匠建築家と比較して違いが際立っているところである。 総年期の単位では、日本国外からもたらされるシェル構造や、折り板構造などの様々な新技術や、建築の新視聴を精力的に消化しながら、1964年、昭和39年の東京カテドラル、聖マリア大聖堂と東京オリンピック、国立屋内総合競技場、正式名称、国立代々木屋内総合競技場において、 自身の建築歴の頂点を極めることになる。両作品ともに、当時の最先端の構造技術を咀嚼しながらも、独自の発展を見せ、東京カテドラル聖マリア大聖堂では、HP シェル構造を用い、国立屋内総合競技場では釣り構造を用いて、構造と形態を高度な次元で融合させながら、なおかつ思向性をも表現することに成功した、モダンデザインの傑作である。 前者は、現代キリスト教会建築の中でも、屈指のものであり、後者は、コルビュジエのソビエトパレスアンからマシューノビッキーの、ノースカロライナ、アリーナ、ローリー競技場を経て、エーロサーリネンのイエール大学アイスホッケーリンクに、イタルレの中で、釣り構造の決定打にして完成作とも評され、世界に衝撃を与えた。特に、東京オリンピックプールの評判は素晴らしく、 アメリカ水泳選手団の団長は感激のあまり、将来自分の骨を飛び込み台の根元に埋めてくれと申し出たと伝えられるほどであった。大会後、国際オリンピック委員会は、東京都並びに日本オリンピック組織委員会と共に、丹下健三を特別功労者として表彰した。ここに、一人の建築家が、その建築表現の持つ力によって、国際社会に与える。 影響力の大きさにおいても主催者である行政や組織と被験し得るものであることを全世界に実証したのである。それ以降、丹下健三の名は世界の人々に広く知られるところとなり、日本国外のビッグプロジェクトにも多く携わることになった。1970年、昭和45年の大阪万博では、京都大学教授の西山宇三と共に総合プロデューサーを務め、 その中心施設であるお祭り広場の設計も手掛けた。大屋根をジャッキによる先駆的なリフトアップ工法で持ち上げ、それを太陽の塔が突き破ってそそり立つという岡本、太郎とのコラボレーションは今日に至るまでの語り草になっている。建築のスタイルは本来モダニズム系統であり、当初はポストモダン建築を単なる異常だと批判していたが、晩年には、 ポストモダンの傾向も取り入れた東京都庁や日光東照宮客連、新社務所などの品もある。最後の対策である東京都新庁舎は、ゴシック建築であるノートルダム大聖堂、パリの総統の形態を引用するとともに、外壁面を複雑に凹凸させて陰影を深くし、さらに外壁 PC 板に濃淡2種類の加工岩を打ち込むことによって、 フェイクではあるが一見窓のようにも見せ、実際の窓枠よりもさらに細かく割るデザイン処理によって重厚さを演出した。丹下自身のことによれば、高指導を思わせるデザインで和風を感じさせると同時に、情報化時代を IC、集積回路のグリッドパターンで象徴させたところにポストモダン性があるとしている。日本の近代建築は第二次世界大戦前においても、 西洋先進諸国と遜色ないレベルに達していたが、丹下の東京オリンピック、国立屋内総合競技場、代々木体育館によって、初めて、明確に世界のトップレベルに引き上げられたと言ってよい。それ以後、日本建築界が非西洋諸国の枠を超えて、質、量ともに、世界の建築界の中でも結出した地位を築く道を、更新へと開いたと言える。 第二次世界大戦後の日本建築界の重鎮であり、昭和という時代の国家的プロジェクトを背負い続けた建築家であるが、高度成長が終わり、開発が一段落した大阪万博以降、その活躍の場は必然的に中東やアフリカ、また東南アジアの発展途上国に移っていった。唯一とも言える例外は、イタリアである。自らがアイデアを出して、それを、 単にスタッフに図面化させるのではなく、建築設計のオーケストレーションとも言える、プロダクション性を導入し、共同で設計する手法を確立した。それにより、後年、丹下の下からは、大谷幸男、浅田隆沖田ネロ牧文彦、神谷浩二、磯崎真、黒川紀章、谷口義雄らの多くの優れた人材が、排出することになったが、反面、 特に1980年、昭和55年以降の作品において、独創性が犠牲にされたとの批判もある。東京都庁舎、新都庁舎、1991年春行では、指名コンペが行われたが、大方の予想通りに、当時の都知事、鈴木俊一との強いつながりを持つ丹下の設計案が、当選し、出来レースとも評された。鈴木とのつながりは、 鈴木が1964年東京オリンピックの準備のために地方自治庁、後の自治省、現総務省から東京都副知事に出向したことに遡り、その後鈴木が大阪万博の事務局長に就任した経緯もあって、後に鈴木が都知事選に初出馬した際には、丹下はその公演団体、マイタウンと呼べる東京を作る会の会長を務めている。 建築関係者からは、自身のスタイル、心情であったはずのモダニズムを捨て、かつて、出口なしとまで批判したポストモダニズムにすり寄り、大衆に媚びを売ってまでコンペに勝ちたかったのかか、すでにある新宿の超高層ビル群に、最も高いビルを加えただけであり、目新しいアイデアがないなどの意の厳しい批判を受けた。一方、出来ーストの批判が予想される中で、重鎮となってもなお、 そのような批判を跳ねのけるにたる、圧倒的なパフォーマンスでコンペを勝ち抜く図太さや、老化異さ、また成功した過去の自分のスタイルに肯定しない柔軟さや、記念非正を含めたデザイン意図の的確さといった点を評価するものもある。建築の専門家ほど酷評する傾向にあるが、一般には受けが良いようであり、完成以来観光名所となって、 新宿副都心のランドマークとして認知されている。かつてソビエトパレスとの出会いが大学受験間際になって志望を建築学科に変えさせたように単元に対するルコルビュジエの強い影響は卒業設計においても鮮明に出ている。そのことは後年自らの作品にコルビュジエ由来のデザインを数多く引用していることでも明らかであるが、その コルビュジエの計画案の一つであるソビエトパレスの圧倒的な影響のもとに、一体のマス、領海と直行する、軸線上の先にアイストップ、視線が止まる、対象物を配置するというプランは構想され、大東は建設記念映像計画から広島兵は、記念公演、ナイジェリアの新首都新首都アブジャトシン計画に至るまで、たびたび用いられて、タン位の18番となった。一方で、 ランドスケープにおいて対象軸を通すということや広場にモニュメンタルな象徴性を持たせるということをミケランジェロのカンピドリオ広場からの影響と見て取ることもできる。タンゲ自身は晩年に至って古今東西の建築家の中で誰が一番かと問われるとコルビュジエよりもミケランジェロの方が上だといい。そのことは出世論文のタイトルミッチェロンジャー賞とは 褒めたたえるの意においても明確に示されている。丹下はその論文の中で、ハイデガーのヘルダーリン論を演用し、グロピウス流の四角四面な建築機科学から離れて、建築が自由な創造行為に消化される過程で、生成、思考性、精神性をも獲得し、社会的要請が建築を作るのではなく、建築家が建築行為を通じて、 世界を再創造していくという論史を展開し、コペルニクス的展開によって、建築と歴史との関係性を逆転させている。つまり、タンゲは、コルビュジエの近代建築の語法を用いながら、ミケランジェロの芸術の持つ、宗教的な記念碑的超越性を、近代建築においても獲得させることを目指しているのである。そのことが、個人生活においては、ある意味、 サグラダ・ファミリアにおけるアントニ・ガウディのような建築するという行為への献身的な先進となって現れ建築設計においては都市計画への強い関心となって現れたかつてミケランジェロがルネサンスにおいてサンピエトロ大聖堂大改築の主任設計士として中世を彫刻しようとしたようにあるいはマニエリスムの自由な芸術表現によってルネサンス様式そのものを彫刻しようとしたように 精神史の上で、コルビュジエが言うところの建築を目指して、近代を建築の力によって彫刻することを、丹下は目指したのである。そしてそのことを、木論美の製品は別にして、若き頃系統した、マルクス主義に対する挫折からの脱却を目指した、応答は記念映像計画から、第二次世界大戦での敗戦の挫折においては、焦土からの脱却を、広島ピースセンターで、 同じく名誉的には3等国から1等国への国際的復帰を代々木オリンピックプールで、さらには実質的な面においては経済大国への脱皮を大阪万国博覧会の総合プロデュースによって、また大阪万博以降力の古いところがなくなった日本国内への帰還を目指した新都庁に至るまで生涯一貫して追求し続けていたと、 総括することができる。建築士屋の藤森照信によれば、丹下建造ほど純粋な建築家はなく、建築以外の分野にも、また自身の過去にも興味がなかったという。事実、これだけの巨匠でありながら、生前もま、ニューヨーク近代美術館に壊れながらでさえ、過去一度も回顧展の類が催されることがなかった。なお、丹下自身は、 東京オリンピック国立屋内総合競技場、代々木大育館と山梨文化会館を代表作だとしている。2005年、平成17年3月22日、心不全のため91歳で死去した際には、自ら設計した東京カテドラル聖マリア大聖堂、カトリック、関口教会で葬儀が行われた。葬儀では、磯崎慎が時折涙で声を詰まらせながら、 長寺を読んだ。生前カトリックの受腺に預かっており、洗礼名は、聖母、マリアの夫であり、大工でもあった、ヨセフであったことが、その時人々に知られた。2006年、平成18年4月、広島平和記念資料館が、村の東郷の世界平和記念聖堂、1953年、広島市中区の堀町と共に、 第二次世界大戦後の建築としては、初めての重要文化財、建造物指定となっている。単下建造、都市、建築研究所名義のものも含む、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。